森での活動修学前教育とは一般に教育段階において小学校などの初等教育より前の段階にある教育のことを指して使われている言葉である。幼年教育とも呼ばれる。また幼児を対象とするため幼児教育とも呼ばれる。幼稚園は小学校、中学校と並ぶ学校教育法第1条に規定された学校であるものの歴史的経緯等もあり。 修学前教育という語の修学とは小学校以後の教育を受けることを指す。ちなみに修学前教育は幼稚園のほか特別支援学校の幼稚部でも行われている。一方で保育所は児童福祉法に定める厚生労働省管轄の児童福祉施設であり学校教育法で定める文部科学省管轄の学校とは異なるものである。そのため学校である 幼稚園とは名目的な趣旨が異なっている。なお保育所が守るべき厚生労働大臣告示である保育所保育指針には教育に関わる狙い及び内容として幼稚園教育要領と同様に健康、人間関係、環境、言葉、表現の各領域が示されており幼稚園教育との整合性が図られている。ありがとうございます。